ゆこさん、告知でもすれば、告知でも、あ、ごめんなさい、なるほど、こんばんは、山崎クイートーク。あ、こんばんは。あ、こさん。こんばんは。もうダメだ。山崎優子と申します。歌を歌っております。漫才とかしてない。お疲れ様です。ちょっとモードが保てないわ。頑張ってね。ちょっと次回のライブの告知をさせていただきます。はい。3月4日火曜日、赤坂クラブ、男役みたい、宝塚18時半オープンの7時スタート、僕の出番は2番目の7時半過ぎでございます。男性シンガーソングライター多数出番します。私も含めて男性でございます。ぜひ、なんかさ、今の心配のあれみたいじゃない、多いね、歌を聴きに来てください。その後は3月の15日、スターバックス専用楽市守谷店茨城県になります。お昼のライブ、12時からと1時からの2ステージ、入場無料になっておりますので、ぜひ遊びに来てください。おいしいコーヒーを飲みながら、ライブを楽しんでもらえればと思います。3月30日、日曜日は、大阪にてライブをいたします。南千葉にあるペニャというお店で、7時オープンの7時半スタートに、なっております。最後に楽しいライブにしたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。4月4日金曜日は池袋リンゴ屋、すごくアットホームな、場所で、アコースティックなライブになります。こちらもぜひ楽しみにしてください。あと4月18日金曜日には、山崎優子、企画イベントを行います。おめでとう、ということで、下北沢 CCO という場所で、イベントを行います。歌いが、集まるイベント、音楽というよりも歌そのものを楽しんでもらえるような、そんなイベントにしたいと思ってます。詳細が決まりましたらホームページでアップしますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしく。よろしく。あ、じゃあ。この歌も一回ライブで共演したんじゃないかな。あ、一緒だったよね。最後とマンダラ。あ、そうだそうだ。
っさんだよ。あの、トイレだって私、この間ね、人を呼ぶときも、犬を呼ぶときも一緒だって言われちゃった。はいはいはい。はいはいはい。やってる人にも。さあ、これも後で。はい、します。ございました。